それと、まあ、一部、こ今年の10月のです、ねえー、本サービスオープンに向けて、あのライジンストリームパス、これ、どういう形になるんだってことで、皆さんの方も、あのいろいろあの、ファンの皆さんからもいろいろ問い合わせもいただいてますし、なかなか我々の方でも実態としてこうなるよっていう、まあ、今、いろいろあのファンプラスさんとも調整をしながら、一番ベストな道を探ってるという状況ではあります。 えー、まあその中で今我々が考えているのはストリームパスっていうのと今我々が皆さん入加入し,たしていただいている超つわものの巣つわものの巣というファンクラブですねここを合体させようと思っています。ですねファンクラブに入っていただいている皆さんが今までのサービスにプラス過去の映像の配信とかペーパービューとかそういうものが見ていただけるような。 ファンクラブの人たちの延長線上にストリンパスっていうものの会員組織が配信サービスがあるっていうような形に合体させていくことを今最終調整をしてましてそれと合わせて多分ストリンパスっていう名前の名称も変更になってつわものの巣とストリンパスまあ配信サービスですねあのそういうものが合体する形のサービスを近い なるべく早いタイミングで見ていただけるそんな環境を整えていけたらと思っています。あとはあの YouTube の、えー、r i z i n のオフィシャルの YouTube の方も過去の試合一旦止めてますけどそこもあのいろんな形でストリームパスとの調整を整えながら、えー、配信を過去の試合も今後配信をしていって、まあ、多分こういう時代なんでストリームパスでは何が見れるの YouTube の中では何が見れるのでこちらは有料になるけどもこういうあの 価値のある映像が見れるようとかその辺の切り分けをしっかりして10月の本オープン中旬ですね、えー、本オープンに向けて、えー、皆さんの、えー、理解が得られるようなサービスをメニューをしっかり整えていきたいとそう思っています。